日本人民解放連盟とは、日中戦争の時期に、日本共産党の野坂33が提唱して、設立された、中国共産党の協力を得て、日本人に、反戦教育を施した機関である。日海連と略されることもある。設立時の名称は、日本兵士反戦同盟であったが、中国共産党軍の承認を得て、日本人民解放連盟へと改名された。 1938年頃から中国共産党軍は徐々に日本人捕虜を処刑するだけではなく工作員になる養子総教育を行うようになった。やがて、野坂33は毛沢東の指示により1940年に延安に設置された日本老農学校や第二学校などの捕虜収容所において校長を務め、 日本人捕虜たちに自己批判などによって共産主義者になるよう教育を行うようになった。なお、教育過程中に脱走した者は処刑されることになっていた。また、逆に無事に日本軍に戻れた者も,のも日本軍からスパイと疑われた者も,もあった。思想改造教育終了者は、野坂33の提唱に基づいて1944年に、 結成された日本人民解放連盟に加入させ、日本軍へのプロパガンダ工作を行った。野坂33は、日本人民解放連盟の工作活動は中国にとどまることなく、日本における反戦活動や戦争終結後の革命運動にも利用することとしていた。この間、野坂たちは、日本兵士に存在する天皇への敬愛の念の 深さを実感し、それが戦後の愛される共産党の提唱につながった。終戦後も日本人民解放連盟は中国共産党に協力し通過事件にも関わることとなった。ABC 米戦時情報局が見た中国共産党の日本人洗脳工作、正論2007年1月号のウェーブ化。 早稲田大学政治経済学術院教授、山本武人氏による。ただし、徳田九一があばしりにいたなど、怪しい記述もある。ありがとうございます。